ゲート世界から集まるスカウトたち第21回世界スカウトジャンボリーはイギリスエセックス州チェルムスフォードのハイランズパークで開催された世界スカウト機構主催のスカウトの大会開催期間は2007年7月27日から8月8日日本における今大会の略称は 21WSJ である第21回となるこの大会は ボーイスカウト創始100周年にあたる年に開催され、開催地はボーイスカウト発祥の地であるイギリスとなった。158の国と地域から約3万8000人のスカウトガールガイドが参加し、さらに4万人を超える人々が見学に訪れた。また、今大会の運営を支える国際サービスチーム員も8600人が世界中から集まった。これは、 過去の世界スカウトジャンボリーと比較しても史上2番目の規模である。日本からはイストを含め1510名のスカウトと指導者が参加し大会の前後でホームステイやロンドン市内見学、ブラウンシートの見学を行った。会場となったハイランズパークは空港や海港などの交通の便やギルウェルパークに近いことなどが考慮されて選ばれた。会場内のキャンプサイトは 5つのハブ17のサブキャンプに分けて運営されていた。大会スローガンは、ワンワールドワンプロミスである。この日本語訳は、一つの世界一つの誓い。これは、今大会以外の100周年記念行事においても、用いられたスローガンであった。なお100周年にあたる2007年においては、世界中のスカウトがこのスローガンの書かれたワッペンを、制服に着用する、よう。 世界スカウト機構から各国連盟へ要請されていた。日本連盟はこれを受け、日本全国のボーイスカウトがワッペンを着用する、容疑むづけている。なお、このワッペンのスローガンは、それぞれの言語によって書かれており、日本においては日本語で、一つの世界一つの誓いと書かれたワッペンが用いられた。また、スカウト同士でのワッペン交換において、各国語で書かれた。 このワッペンは人気の交換品になった。2005年、ユーロジャムがこの世界スカウトジャンボリーのプレ大会として同会場で開催され、1万2千人のスカウトがヨーロッパ各国から参加した。日本からも指導者6名スカウト25名による派遣団が編成され参加すると同時に、日本連盟役職員数名が視察している。2週間にも及ぶ。 大会期間中に様々なプログラムが会場の内外で展開され参加者たちを大いに楽しませた。以下は各プログラムについての説明を記す。開会式はメインアリーナで行われた。参加したすべての国と地域の旗をその代表スカウトが掲揚した。また数カ国のスカウトたちがメインステージでその国の伝統的な踊りを披露した。 なお、開会式には、ウィリアム王子を呼び、ケント公が出席し、言葉を述べた。また、開会式の後には、ドーアリーナで、ロックコンサートが催された。閉会式は、現地時間8月7日に行われた。当日の天候は雨であったため、スカウトは、雨がっぱなどを着用し参加した。スプラッシュは、場外プログラムの一つで、ヨットやカヤック、 イカダ作り、シット音カヤック、ベルボート、ディンギリセーリング、ケニーンなど、水に関係するプログラムが展開された。このプログラムは、暑い日中における水のアクティビティであったため、スカウトの間では、人気のアクティビティとなった。会場は、ジャンボリー会場から約 65km 離れた、サフォークのアルトンチオスイッチで行われた。 一度に収容できる人数は2000人とされている。事前に、スカウト一人一人に参加するアクティビティが書かれた、チケットが渡され、必ずそのアクティビティに参加することとなっていた。しかしこのチケットは、サブキャンプ内で、スカウト同士の交換が認められていたため、自らが希望していないプログラムに当たってしまった、時などは、他のスカウトと交換することができた。 プログラム会場まではバスで片道45分程度移動した。期間中に開催された場外プログラムの中ではこの移動時間は一番長い。このプログラムの目的はスカウト一人一人が新しいアクティビティを体験し様々な冒険的アクティビティで肉体的精神的課題に挑戦することであった。またアクアチャレンジにおいてチームワークスキルを身につけることも 目的とされていた。スターバースとは、様々な奉仕活動を行うプログラムで、参加隊の各班に行き先が割り当てられ、そこで参加者は奉仕活動を行った。奉仕活動の内容は、森林の遊歩道整備や、学校の修復、動物のための草のトンネル作りなど多種にわたった。このプログラムの目的は、 地域社会において協力し環境への配慮を示す。また、イギリスの文化と価値について学び世界や自分の地域社会に変化を起こそうという意識を持つこととされている。このプログラムはスプラッシュと同様にジャンボリー会場外で行われた。ありがとうございます。